前髪の感じが可愛くて真似したい。え、マジでこれあのカーラーで巻いただけです。薬局に500円で売ってるカーラーで挟んでコロコロコロってペッてやっただけ。これ楽だね。文明感謝。インスタライブありがとうしかしかない。本当に顔出しマジでしてなかったもんね。来週からテスト。わ、頑張ってね。よいしょ。喋り面白いから好き。よっとぜ。動いてるまーちゃん見れてしんどい。顔丸。もうマジでやだよ。本当に仲いい人たちはやっぱりわざわざ表に出さないってことですね。いや、そういうことでもないんだと思うんだけど、あの疎いんだよね、マジそういうのに。私たちがなんかわざわざ遊びに行きましたみたいなもうやらないんだよね。なんかそういうのしないんだよね。やれって感じだけどね。ごめんなさいね。だからたまに上がってくるのを見てください。ごめんね。大阪総合さん絶対ツイッター炎上しないタイプ。しないかな。炎上はしなさそうだけど、なんかリプライとかで八乙女学とか九条天とかそこら辺がリプライしてきた時にすっげーごじりそうイメージは。三田さんの眉毛の描き方知りたいです。なんか枠だけ描いて先にで中をパウダーで埋める以上ですね。岩田カレンちゃんとお話したりしてますか？カレンはあのトップ目で結構一緒になるのでそこでお話してますね。こまめにインスタライブやってるんですか？全くしてないです。マジでしてない。一昨日ぐらいに夜中3時ぐらい4時ぐらいまで、まあ、あの画面映さないボイス配信みたいなのしたんですけど、髪結構伸びてますでしょ。頑張って伸ばしますね。めっちゃ好きになったよ。ありがとうございます。撮らんよね。そうそう、年取るにつれて友達写真とか撮らなくなって。それなんですよ。今期追ってるアニメありますか？今期結構見てますよ。めちゃくちゃ久しぶりにこんな素で話してるマウキを見て嬉しくなりました。こちらこそ。こんなんでよければすいませんね。え、写真撮られるとか嫌いだから押しといてなんだけど、写真撮られて偉いなって思いながらツイッターとか見た。あ、撮るの？私も写真そんな好きじゃないよ。別に漏れてる時しか好きじゃない写真は。ピンクの挟むからで、あ、それそれ薬局のピンクのさグルンってやつあるじゃん、あれだよ。おそらく1年ぐらい顔出し配信してないですね。インスタライブとかマジでやらないもんね。ゆさんの伏せ目が好きです。嬉しい。本当ですか？あ、ちょっと間違えちゃった。爪気づいちゃった。使ってるカーラー知りたいです。あっちにあるバタコレ恋愛トークとかするの？バタコレ恋愛トーク、オタク話しかしないですね。あのオタクトークってか、いろんな話をする。人生の話をよくする。ここからの人生の話をよくします。ウルフもボブも好き。嬉しい、ありがとう。2時間ボイス配信楽しかったです。本当ですか？マンキュン目の色めちゃくちゃ可愛いです。やった。ほら、わかる？上がさ青なのわかります？乾く乾く。トップ目以外で見たことないので すごく新鮮に見てますね。あれめっちゃはっちゃけてるからね。てかテレビとかやるときすごい私声張ってるもんね。眉毛のペンシルのブランドパッド出るなら知りたい。あそこです。めっちゃ有名なとこ。大抵薬局とかロフトとかで手前に出てるやつ。友達と遊んで写真撮らんのそれなすぎる。そう、そういうことなんですよ。別に会ってっけどそんなわざわざ言うみたいな。髪の毛可愛いです。何色ですか？これ何色ですかね。わかんないです。アッシュ系です。グレーアッシュ系ですね。あくび、おい、
久しぶりにマーキュー見たら会いたくてしんどい。会いたいね。本当に会いたいよね。イベントしたいな。久しぶりにマーキュー見るし嬉しい。アーポン、アーポンとはイベントで会ってる。あ、そうなんだ。アーポン懐かしいな。元気かな。人生語れる友達マジ大事だなって大人になって思う。そう、そういうこと。しかもみんなさ価値観が一緒だからさ、わかるわみたいなことばっか。バタコ出る時のさやかしとアーティストの山本さやかと違いますか？私がテレビに出てる時の見たと違うのと一緒ですね。今のこの感じと、はい始まりましたの時と違うのと一緒です。みんな違います。やっぱり仕事してる時は仕事してる時でみんな違うでしょね。人生で難しいよね。難しいよね。お腹空いてきた。喋ったらお腹空くんだな。でも喋るの好きだからやめらんねー。ヒュー、昨日雪降りましたね。雪降ったね。楽しかった。外出てないけど。外出てないっていうか、その雪降ってる時に外出てなかったけど。久しぶりに動いてるミタソン拝見したので、数年前の握手会思い出してエモいです。奇数って難しいから、奇数で仲いいのすごい。なんか3人でいても2人が喋ってるってことがあんまないかも。3人でずっと喋ってる。個人個人で会う時もあるよ。ナルタ会う、サヤカした会うっていう時もある。向こうもあるし。二人でやってるみたいな。三田さんへのラブの気持ちが高まってる。高まらせていけ。僕のヒーローアカデミア見てますか？誰推し？かっちゃん。卒業してしばらくした時のめっちゃ明るい髪色また見たいです。え、めっちゃやりたいんだよね。髪色明るいの好きだからさ、やりたいんだけどさ、今冬だしさ、なんか髪色明るくした時の髪の痛み方を知ってしまったから、なんかもう今躊躇して出せない。出せない。何を。この時間でも可愛いマオキン強い。何それ。そんなあんの。配信中にニコってするとこにするの見るとニコってなる。握手会やってたもう2年前かってなるね。楽しかったな。ガッちゃん分かりみしかいいよね。ガッちゃん仲いい人と喋ってるときはだいたいマシンガントーク。そうそう、わかるわかる、めっちゃわかる。バタコの3人と友達になったら生きる力が上がりそう。生きる力が上がりそう。本当にしょうもない話しかしないよ。マーキュンが話してるの好き。私も話してるの好き。女やけど結婚したい。私と幸せにしてね。3人組ってなんかいいなって最近思う。推しの影響。そうなの。お腹すいたなって一瞬でも思ったらめっちゃお腹すかん。すく。ね、私さ、お腹すいてなくてもお腹すいたってもう口癖のように言っちゃうからマジでやめたいんだよね。嫌だな。脳症の稽古期間の髪色好きでした。あーね、めっちゃ良かったよね、あの時。私も好きだった。でもあれ、なんだったっけな、もうほんとただの金髪みたいなんてだよね。かわいいよね。成人式の時にやってたインナーカラーとかしないんですか？したいです。インナーカラーとかやりやすそうですよね。やりたい。インナーカラー、金髪のインナーカラーにしたい。黒下金みたいなのにしたいです。まおちゃんの声癒されます。ありがとう。幸せにする。幸せにして。マーキュンコメント読んでくれてありがとう。みんな結構コメント読むんですよね。してくれるのが嬉しいから読んじゃうよね。最近生きる気力ないけど、そういう時ってどうしたらいいですか？生きる気力ない時ってさ、本当に生きる気力ないよね。めっちゃわかる。寝る、飯食う、推し見る、以上。お腹すいた口癖なの分かりにくすぎる。いやマジでどうしようもねえんだけど。インスタグラムからの写真からおしゃべりが好きで想像できません。どちらも魅力ですね。え、嬉しいです。喋らなそうだよね。カッコつけてっからね、インスタは。人生かけて幸せにします。幸せにしてください。動物とか飼わないの？自分の世話で精一杯ですね。私動物飼ったことないです、人生で。飼ってみたいとも思わないな。見てるだけで十分ですね。三田さんの笑顔を見てると幸せになります。バタコでまたいつか配信してほしい。したいですね。
ココちゃんと会って写真撮った時の三田さん、海外のお姉さんかと思いました。金髪だったよね、あれ。マジで金髪だったよね。金髪好きなんだけどな。推しが好きすぎて辛くて見れなくなること多いんですけど、満期もなりますか？めっちゃわかる。私沖田総合がそうなのよ。あ、もう好き、見れないってなるの。めっちゃわかります。なんか喋りながらだから全然綺麗になんない。モンキュン何色の髪でも似合うから見てて楽しい。めっちゃ嬉しいです。モンキュン彼女にしたい。マジ幸せにしてください。本当に幸せにしてください。三田さんから発せられる癒しがマイナスイオン超えてきてる。すんごい褒めてくれるね、みんな。優しい。星が生きるかで、わかるよ。最近推しは健康にと気づきました。その通り。今日さやかちゃんの卒コン見てて、プライオリティでモンキュン見て叫びまくった。いや、めっちゃ白心の演技だったと思う。モンキュンと推しが被ってるキャラ結構いて嬉しい。嬉しいね。お腹空いてないけど食べ物あると食べちゃう。デブマッシュぐらい。めっちゃわかる。めっちゃわかります。私もあると食べちゃうからもう買わない。でも買っちゃう。今も冷蔵庫にエクレアがあります。今日買っちゃいました。でも食べないです。明後日食べます。カッコつけてるの初知り。めっちゃカッコつけてますよ。インスタの写真はスンって顔してるよね。そう。9時35分。心の橋ので、沖田総合さん、三田さんの彼氏できてるよね。ですよねって。彼氏っていうか、まあ彼氏かな。すいません。黙れ。真央ちゃんって見た目の魅力だけじゃなくて中身もかっこいいから本当に尊敬してる。もうそんなことないよ。ありがとう。なんかそうやって言ってくれるからかっこつけようと思っちゃうんだよね。だから嬉しい。自分を律せれてるから、みんなのそういう声がすごい嬉しいです。私はちゃんとしなきゃって思えるから。私本当に素がボロボロだから嬉しいですね。久々に素で動いてるまーちゃん見れて嬉しくてコメントしちゃった。もっとコメントしてよ。どうすか。仕事でメンタルがズタボロな時、本当に寝る食べる推し見るに限る。もうめっちゃそう。本当にそうなの。あと泣くことね。泣きたいなってなったら泣くって大事だと思う。三田さんのおすすめプロテイン名前メモったのに間違えて捨てちゃったからもう一回教えてほしいです。ウルトラですね。相変わらずオタク。おすすめっていうか私が美味しくて飲んでますね。相変わらずオタクな様子で三田も嫌だなって安心する。オタクっすね。一緒に幸せになろうぜ。はい、主権です。こんばんは。主権さんいらっしゃい。今マスク生活だから電車で推し見ててにやけてもバレないですよね。バレないからいいよね。いや、目元でバレるんだよ、にやけてる人って。ほんとにバレるよ。私がそうだよ。推しが人間でほぼガチ恋なので結婚したら素直に喜べないのどうしたらいいですか。まあね、ガチ恋だと喜べないよね。でも推しがさ、健やかに生きてることが、それがもうオタクにとっては最高のご褒美だよね。私が、推しがもし結婚しましたとか、まあ、それこそ、沖田総合さんとかが、ツイッターとかもしやってて、俳優とか、っていうあれでもう結婚しましたみたいな唐突に発表されたら一回マジで病む。1週間ぐらい病む。病んでからおめでとうございますって1週間後に祝う。でその彼女さんっていうか嫁さんのことも好きになろうとする。頑張って。だってね、自分の推しが選んだ人だよ。自分の推しが選んだ人なんて好きじゃないわけじゃない。好きなわけなくない。ん、好きにならないわけなくない？その人が好きなんだからさ、その人の選んだものって好きになりがちじゃん。オタクの心理的にさ。 A3 の電話企画は聞きましたか？全部聞いた。めっちゃ良かった。電話企画っつってね、電話番号かけたらね、ここから推しの声すんの。電話かかってくんの。泣いちゃった。最高だった。バイト代は推しに貢ぐ、推しの女の子に貢ぐって決めてて、彼氏がずっといないので貢がせてください。貢いでください。グッズ売ってます。よろしくお願いします。生写真とかまだ余ってんだって。
頑張って全部可愛いから買ってください。よかったら、よかったらね、よかったらでいいんだけどね。ごめんね、催促しちゃって。エクレアなかなか綺麗に食べられない。いや、エクレアとかシュークリームって口の周りをどれだけベタベタにして食べるかってにかけてない。友達に連れてってもらった初めての握手会がマウキのラスト握手会でした。で、お見送りのマウキ見てハマりました。最高のハマりタイミング、ありがとうございます。マウキの治りもう一回見たいな。みんなも一緒に、せーの。プライオリティの時、黄色い歓声に女ながら感動する。いや、いいよね。いやさ、キャーって言われるのめっちゃ気持ちいいの。マジで気持ちいいの。女性の声の歓声すんごい気持ちいい。ドーパリンドバドバ出る。で、男の人のうおーは闘争心が湧き上がる。だからライブやったんぞらーってなる。マキは彼女より彼氏になってほしい。本当？幸せにするよ。じゃあ皆さんの握手会来たかった人生。おー、来てほしかったな。握手会楽しかったな。皆さんの価値観ですごい救われてます。本当ですか？価値観ガバガバ女です。かっこいい皆さんもおしゃべり大好きな皆さんも大好きです。本当に人としての目標が皆さんなんで、ありがとうございます。とんでもないです。そんなみたいな、んかそんな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 。泣きたい時ってどうやって泣いてますか？ YouTube で泣く動画みたいな出したりとかしてますね。あと本当にしんどい時って勝手に涙出てきません？わーって、あ、今泣いてんなみたいな。最近は三田さん回ね、 B かパラライ。いや、私パラライめっちゃ聞いてますよ。めっちゃ聞いてる。パラドックスライブ最高。ヒップマイもいいけどパラライもいい。マジでいい曲がいい。パラライは三田さん知って、音楽もアニメもいろいろ幅が広がりました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。すいません、そんなこと言っていただいて。久しぶりにマンキー見れて幸せ。絶対泣ける映画やアニメ漫画は何？絶対泣ける映画はアニメ映画なんですけど、約束のさよならの朝に約束の花を飾ろう。これ最強。東京で電車乗ってるマーキーに遭遇したい。マジで気抜けないな、頑張ろう。私はマーキーの卒業公演入ってたんやけどめっちゃ泣きました。嬉しい、ありがとうございます。推しにガチ恋になりたくないのにガチ恋になりそうな、なりそうな時どうすればいいですか？もう抗わないでいいと思う。ガチ恋でいいんじゃない？全然ガチ恋はガチ恋なりの楽しみがありそう。推しの推しは推しってことね。そう、マイキューの考え方好き。本当？勉強になります。推しと推しの結婚だったら幸せなの。もうそれはマジで最高。その世界線がいいよね。その世界線がいいけどさ、そんな世界線マジでさ、どの世界線にもない場合の方が多いじゃん。だからその自分の推しが選んだ相手なんだから絶対私も好きって思い込む。で、大抵そうじゃない？自分の好きな人が嫌な人を選ぶ可能性もあるか。まあそうなったらそうなったでその人だけ応援すればいいんだよ。なんか相手の人を叩くっていう感性があんま分かんない。自分に別に嫌なことされてないのに。唐突な結婚やむけど、やっぱり匂わせなく唐突なのが一番幸せだと思います。もう本当にそれ、それに限ると思う。私はね、初の握手会がマウキュンラストやったからマウキュンとの握手会ができ握手ができないのが残念する。あー、そうだよね。またイベントとか来てくださいね。頑張るから。三田さんから電話かかってくる世界線どこですか？いいね、やりたいね、そういうの。めちゃくちゃマーキュン可愛くて尊敬なのに話しやすくて親近感あるからたまらん。私嬉しい、それ言われるの嬉しいんですよね。親近感あるねって言われるの嬉しい。三田もしか語んのが。推しが好きなものは好き、わかるけど人は別かも。あー、まあね、感性が違うってなるとね、まあ、難しいか。まあ、だし実際さ、推しが二次元にしかいないから結婚っていうものがないんですよ。よっぽどのことがない限りね。だからわかんない、ごめんね、適当に言っちゃったね。どうなんだろうね。
もう推しの幸せが一番の幸せだけど、私は沖田総合が結婚しましたって言われたらマジでやむ。一回やむ。うわー、いや結婚されそうじゃんじゃんってなっちゃう。面白い。キャー、あれはキャーってキャーキャーの話。キャーキャーキャー。悲鳴、いや悲鳴ってね、いいよ。このいや、やばサイコパスみたいなこと言っちゃった。違う違う、その、いやーみたいな、もう、私も結構推し見たら、いやーってなっちゃうタイプだからさ、わかんの気持ちが。だから、それをされてるって思うとすごい嬉しくなっちゃうんだよね。NAB は男女のファンがいるからめちゃくちゃ上がりました。めっちゃ上がってました。もうめちゃくちゃ上がってた、私ライブの時。NAB 時代。ももきゅんのキス、ももきゅんのキス毎回エロいし、さやかちゃんのキスの仕方はエロすぎて辛く気絶した。よかったですね。よかったですね。まだ NAB のダンス踊れますか？わかんない。どうだろう。泣かないようにしたら涙出にくくなってきた感ある。うわー、やだね。でも社会がそうさせてるからね。パラダイ本当おしゃれで好き。おしゃれなんだよ。全部かっこいい。全部聞いてる。本当に全部聞いてる。あの、全部聞いてる。今まで出たやつ全部聞いてる、パラダイは。大好き。JK では水戸さんにハマっても大丈夫ですか？え、逆にいいんですか？ JK が求めてるような私、もの返せないと思うけど大丈夫？だったら全然、すいません。逆に、ごますっとこ。JK に。お高の顔してるワンキュン好き。マジありがとう。わはは兄貴の復活希望ぬ。それな。黒子のワンキュン好きです。私もあれ好きです。こんなコメント返ししてくれる芸能人いるんですね。神ですから楽しいです。私芸能人自覚全然ないです。自分で今年の節分は2月2日だそうですね。らしいね。なんかしたいの？なんかロールケーキ食べようかな。最近乾燥がひどいですが、なんか乾燥肌にいいのってありますか？私めちゃくちゃ乾燥肌で、保湿系の、あの、化粧水する前にするやつ、で、化粧水、乳液、なんだったっけあれ。乳液の後に、もう一回、あの、クリーム塗ってます。マジでめっちゃ乾燥。それぐらいだから、何、洗顔系だけで15分ぐらいかかる。いつもしかもずっと押してるからさ、パンパンじゃなくて押してるからめっちゃ時間かかります。早足で歩いてる皆さん一回だけ見かけたことがある。私結構早足なんすよね。新しい漫画とかって表紙がいい？作者がいい？新しい漫画作者がいいか、ツイッターとかで見て、あ、これ見たいみたいになるか、どっちかですね。そういえばおでこないけど大丈夫？ね、治ったの。ほら、ない。おでこだけは綺麗なんだよな、マジで。おでこは綺麗なんだよ。自分の好きな人なんて言うんだっけ、嫌だから好きな人の好きなものを責めて。あー、わかる、わかるよ。好きな自分な、あれでしょ、自分の好きな人をこう、え、なんでそんな人好きなのって、そういうの嫌だよね。私もなんでわざわざそれ思ってること口に出すんだろうって思っちゃう。いるよね、でもそういう人って。人間力足りてないんじゃない？プライベート支えてくれる人がいてこその活躍だと思ってる。ああ、わ、素晴らしい、今の。このコメント素晴らしい。プライベートを支えてくれる人がいてこその活躍だと思ってる。推しがね。マーベラス。エクセレント。素晴らしい。めっちゃいい考え方。今の考え方は胸に刻んとこ。いやー、素晴らしいね。来世はワンキュンと結婚したいだよ。来世では幸せになろうね。二次元じゃない人のタイプは、
優しい人、気が使える人、頭のいい人、この3つですね。私はライブ1週間前ぐらいに結婚発表でやめかけたんだけど、ライブ行ったらそんなこと忘れて楽しんでました。素晴らしい。三田さん結婚とかなったら一瞬くらいやみそう。マジで今1週間やん寝込んで1週間後にまた好きになってね。推しの知らない顔してると思うと悔しくなる。あーまあね、どうだろうね。私たちに見せててくれる顔を、でも逆に相手は知らないんだろうなって思う。なんか私たちに見せる顔ってさ、その人にしかない感じ、その人が私たちに向ける感情とか顔とか、思いってさ、好きな人とはまた別だと思うから、それはそれで私たちにしか、相手は知らない私たちだけの推しじゃない。匂わせられるのも嫌だけど、ライフが起きたら突然推しが結婚してる世界線も怖すぎる。本当に？そうか。ナルトは推しと推しが公式で結婚して嬉しかった。わかる。私もサスケくんさ、さくらちゃんと結婚してくれて本当にありがとうってなった。私さ、女の子の推しがさくらちゃんだったからさ、で男の子の推しがサスケくんか加藤先生だったからさ、わかりやすいね。私だからめっちゃ嬉しかった。ずっと思ってたんですけど、手綺麗すぎます。全然綺麗じゃないよ。もう見てこのボコボコ、全然綺麗じゃないよ。もう関西弁喋らんの。今矯正中です。ガチ恋じゃないのに結婚したらってなる。結婚かって、一回ちょっと考えるよね、結婚って。二次元に推しがいる人ってその声優さんのことも好きになるんですか。好きになるっていうか、まあ、自分のな好きな人の中身だから、まあ見るっていうか、まあ普通にあれだけど、私は声優さんで作品を見るってことがあんまないので、あれだね、完全にキャラクター推しになるタイプですね、私は。 JK にごますり笑った。私 JK、 マジこの世で一番愛してるのは見たまん。ありがとうございます。すいません、私おばちゃんですけど大丈夫でしょうか。最高です。もう何でも何でもいい、何でもいい、全部いい。好きになってくれる人全員好きです。マーキュンが初握手でよかったとマーキュン見るたび思います。ありがとうございます。みんな優しいです。ピン。三田さんが初めてサインをもらった芸能人。マジ嬉しい。12時になったら終わろう。最近ツイステハマった。最高ですよね。5章もでも一番章の中で面白かった、やっぱ私4章と3章かな。スカラビアとオクタウネル。オクタはまあ推しだからってのもあるけど、普通に話的にも面白かったし、いや4章はめちゃくちゃ面白かった。もうめっちゃ面白かった。スカラビア、おでこなんてよかったです。ありがとうございます。キュンちゃんだ、キュンちゃんです。三田さんの影響で東京リベンジャーズに入りました。ありがとうございます。通りビーゾマーキュンにひたすら質問する回とマーキュンの話ひたすら聞く回してほしい。全然いいよ。マーキュンの話をひたすら聞く回はさっきやってきました。三田真央のスナックマオキュン、そうスナックマオさんやりました。質問されたら全部答える回やりたいな。マーキュンの全てがドタイプつるぎ。推しの健康と精神面を支えてくれる存在がいるのを安心する。そうだよね、わかるわかるわかる。乾燥肌に効くお薬はペパリンの 0.3% とワセリンプロペトかもしれない。あ、いいぞ、これスクショしとこう。助かります、ありがとうございます。ゴツゴツした手が好きです。私は嫌です。結婚とか付き合ってるとか記事で見るより先に本人から聞きたい願望。うわーいいね、わかるわかる。相手も知ってる人だと教え見るたびに顔がちらつくのは勝手にしんどいです。なるほどね。マーキュンの爆笑した時の笑い方めっちゃ好き。私の笑い方つられるって言われる。おばちゃんだけど会ったら声かけても驚かない。全然驚かない。
逆に嬉しい。え、本当ですかってなっちゃう。一緒にマーキュンの握手会と友達がいまだにマーキュンのこと可愛いと褒めてくれる。うれしいよ。マーキュンをし、マーちゃんを知った時に JC だったのに今や JD になってしまった。みんなと成長していける見た方が嬉しいです。スカラベ面白かったな、ショートね。やばいよね。今ちょうど奥田の途中です。あ、もうこっから面白いじゃん。でも5章も楽しかった。五章は、おぉ、ここ来るかみたいなの来るから面白いよ。そろそろ寝ます。ありがとう。もう12時になったら見たも寝ます。今、セブンにツイストコラボのお菓子めっちゃやってるよね。売ってるよね。推しはフロイドとクルーエル先生ですね。洋のものが好きなんですけど、ツイストの陽キャって誰ですか？カリムくんとフロイド、ジェイド、レオナ、ラギー、ケイト、デュースかな。結構います。だってヴィランだもん。いっぱいいるよ。陰キャも多いけど。綺麗事かもしれないけど、推しがというか大切な人には笑ってくれればそれでいい。いや、もうそれに尽きる。わかるよ。一生笑っててほしいよね。嫌なこと全部もう避けてほしいよね。なんだかんだオタクでよかったと思う。つくづく思う。わかる。オタク最高。わかる。4章はちょっちかってなって面白かった。いや、私4章大好きなんだよね。ツイステの推し、あ、言ったね、さっきね。もう少しで次元だからインスタライブ見れて嬉しい。いや、見てくれて嬉しいよ。賢いのことで悩んでたけど、さっきの米でちょっと救われたというか、そういう考え方になりたいから頑張ろうってなりました。いやーね、いやでもね、ガチ恋って難しいよね。わかるよ。だって私さ、本当にさ、そのダイナミックレコードっていう作品のアップルポリッシャーっていうバンドのトイっていうキャラクターがめちゃくちゃ好きになった時があって、それ恋愛ゲームなの。そんなの好きになるじゃん。しかもめっちゃストーリーが良かったの。話がすんごい良くて、マジでもうこんなん嫌いになる人いるみたいな感じで、本当に好きになっちゃって、ちょっと病んじゃった時があったんだけど、乗り越えたから大丈夫だよ。それはそれで消化できる。でもガチ恋ってね、分かるよ。だから気持ちすんごい分かるのよね。お風呂入ってたら陰台始まって出るタイミング見失って、手がしわくちゃなった。ごめんね、もう終わるよ。ごめんね。私もマーキンしたの14歳で今22。やっぱ嬉しい。ケイト君はようなものなのか。表向きはね、表向きで言ったら結構いるね。三田さんは可愛がりたくなりますね。可愛がって。私可愛がられるの好きなんだよね。可愛がってくれ。三田さんは可愛がって見守りたくなる。見守ってくれ。やってくれ。まおちゃん一生笑っててほしい。一生笑ってたいよ。まおちゃんの言葉で救われたことあるから、恩返しじゃないけど一生応援し続けるって決めた。優しすぎるでしょ。もうみんな幸せになろうね。ね、これ見てくれてる人全員幸せになろうね。マジで定期的に三田さんオタクの中谷さんと三田さんの好きなとこ話すのめっちゃ楽しい。え、何それ楽しい。私が定点で見たい、それ。あのモニタリングしたい。友達から推しに遠い存在になってほしくないか、友達から推しに遠い存在になってほしくないか聞かれて、推しへの愛は強いけど人生の責任を取れないからそんなこと言えないって答えたら、友達も共感してくれた。でも人格者なの、マジで。この人すごいね。さっきの人でしょ。すごいね。素晴らしいな。かっこえ。責任感強そう。よし、じゃあそろそろ終わろうかな。一生は死なせてください。一生ラブ、可愛いです。ありがとうございます。ありがとうございます。マーキュンが幸せになるのが一番の幸せだわ俺の。ありがとう。一人暮らし体調崩してるんだけど、大阪にいる友達がわざわざ食料送ってくれて泣きそう。それを泣いた。可愛いね。ありがとうございます。よし、じゃあ終わろう。
いやお風呂入ってメイク落としてお風呂入って、いや先に筋トレするわ、今から筋トレして、お風呂入ってで寝ます。こちらこそありがとうございました。またね、みんなが自己肯定、私の自己肯定感を容赦してくれるから私も明日生きていきます。ありがとう、ありがとうね。というわけでインスタライブ終わります。バイバーイ。明日も一日頑張ってね。